忍耐の法、常識を逆転させるために、大川隆法。心の指針、たとえ苦しくとも、たとえ苦しくとも弱音を吐くな。人生は平坦な道ばかりではない。坂道を登るのは誰しも苦しいのだ。耐え忍びの時は必ずやってくるのだ。よく伸びるバネほどよく縮むという。あなたも成長する前にはまず力をためなくてはならない。秋になって木の葉が散るのは物悲しいが、それは終わりではない。一旦ゼロになったように見えても、来春の木の芽が静かに潜んでいるのだ。見えない命が周到な準備をしているのだ。だから、たとえ苦しくとも弱音を吐くな。次の飛躍のチャンスに向けて、力をため続けよ。